七七日本昔話第4話雪女。あの雪の日、俺は不思議な体験をしたんだ。だけどそれは誰にも言えない。俺とあいつとの秘密なのさ。モサクさんをどうしたんだ。氷にしたのです。私は雪女ですから。雪女？あなたも氷にしてあげましょうか。こんな美人が近くに。でも殺されるのはマジ勘弁。俺、日が変わりました。あなたをこのまま見逃すことにしました。じゃあ。ですが約束してください。今夜のことは誰にも話さないと。わかりました。はあ、助かった。いいですね。内緒ですよ。彼女が去り際に残した約束、俺は一生かけてその約束を守ると決めたのさ。はい。ごめんください。この吹雪で道に迷ってしまいました。あれ？もしよければ今晩止めていただけないでしょうか。どうぞ。むさ苦しい男の一人暮らしですが。助かります。待てよ、泊まるって言っても布団は一つしかないよな。つまりこれってそういうチャンスってことじゃ。どうしたのですか。あ、いえいえ、何でもありませんよ。ささ、お茶でも入れましょう。でしたら氷水をお願いします。氷水を。はい、すぐに。すごい吹雪ですね。そうですね。こんな吹雪の夜に何か思い出すことはないですか。ないですね。かつての記憶が蘇るということは。いや、ないかな。何か起こったことは。ありませんね。誰かに会ったということは。全くありません。本当ですか。本当です。秘密にしていることはないのですか。ないです。嘘つき。というか明らかに何かを引き出そうと誘導してますよね。そんなことはありません。ですがもし何かあったのならそれをぜひ教えていただきたいものです。だから何にもないって言ってるじゃん。随分と生意気な口調ですね。だってしつこいんですもん。早く雪女だって打ち上げてくださいよ。いつから気づいていたのですか。先ほど一目見てすぐに気づきました。え？俺が雪女さんのことを忘れるわけないじゃないですか。何を。安心してください。雪女さんのことは誰にも言っていませんから。そんな得意げにならないでください。本来約束とは守るものなのですから当然です。じゃあなんで会いに来てくれたんですか。別に会いに来たのではなく、きちんと約束を守っているかを確認しに来ただけで。それでも俺は雪女さんが会いに来てくれて嬉しかったですよ。何を言っているんですか。また会えたらなとずっと思っていたんですよ。私ももう一度会ってみたいという気持ちはありました。本当ですか。あくまでも確認するためですからね。そういえばずっと聞きたいと思ってたんですが、なぜあの時は見逃してくれたんですか。それはもしかして雪女さんも俺のことを。そんな気持ちはありません。なんで。すみません。ついその瞬間、俺は雪女によってあの日見たモサクさんと同じ氷になってしまいましたとさ。仕方ありません。持って帰るとしましょう。